はい。ポンちゃん、ポンちゃん、おはよう。ポンちゃん、ポンちゃん、ジャック、はやはや、ジャック、おはよう。今日はお昼になったらちょっとリハーサルに行ってくるね。夕方、夜くらいになるかな。またちょっとお留守番なんですけど、よろしくね。もうちょっとこっちおいで。はい。までは20キロほど、波の資産地の子守唄、
はい、じゃんか。ポンちゃんどこ行ったのかな？寝てんのかな？ポンちゃんの抱っこ。抱っこする？はい、お願いします。はい。抱っこ。はい。ポンちゃん。ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん。特に嫌がってる様子はないね。全然どこも力入っこ。何？はい。何や？降りる？はい。でも降りたいんですか。でも全然なんか、うん、なんか突っ張ったりとかどこにも力が入ってないし。これから徐々に慣れていきましょう。はい、ただね、ポンちゃん。ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、抱っこ好きになりなさいよ、ポンちゃん。ポンちゃんに、アイちゃんが入れ、アイちゃんが入れ。はい。うん。うん。あら。なんかね、バナナあの方がね、いいんだって。うん、そう。うん、もうだいぶボロボロになったから、コロリンってしなくなるかなと思ってさ、こう、うん、普通にバナナの形にしたら、あんまり使ってくれなくなっちゃったからまた戻したら戻した途端に使うようになった。なんだろう、この乗っかる感じがいいのかな。あ、ポンちゃんカリカリ入ってる。ポンポンちゃん夜のカリカリも入れなきゃね。カリ？ミニも行かないよ。2週間後のライブに、もう2週間ないのか。12日だから2週間切ってるね。パーカッションもお願いしますって言われたので、今日ちょっとカホンを、まあカホン苦手なんだけど、カホン叩いてみたら、筋力が足りない筋力が足りないことが分かりました。今日からちょっとトレーニングします。ちょっと2週間でどのぐらい間に合うか分かりませんが、とにかくね、腕のスピードがないです。特に左手。ポンちゃん、ポンちゃん教えて、トレーニング、トレーニング、トレーニング。走ればいいのよ。走るのか。私みたいにいっぱい走ればいいんだよ。ここにダンベル。あ、もう錆びてる、これはちょっと重いんだよね。4キロ4キロだから軽いなってね。私のはね、1キロ弱。1キロ切ってるやつか、うん、それをちょっと上げようかな、スピードでね。ということで頑張ろうっと。